ポケットいっぱいの涙は、アフリカ系アメリカ人である双子の監督アレン・ヒューズとアルバート・ヒューズによる1993年にリリースされたアメリカ合衆国の映画である。1990年代初期は、ブラックムービーのリリースらしきにあたり、低予算での制作でありながら、この作品は、他のアフロアメリカンによる映画を抑えて、興行収益約2万8000ドルを記録した。 映画はリアリズムに徹しており、都市部の暴力などの負の部分をさらけ出すことによって、何らかの力強いメッセージ性を送っていると評価する声もあった。貧困とドラッグ問題を告発している側面もあった。暴力、ドラッグなどのイメージで、以前からたびたび米メディアに取り上げられきた、ロサンゼルスのサウスセントラル地区を舞台としている。アメリカ合衆国に属する都市部でありながら、 白人のアメリカとは異なるアフリカ系、アメリカ人コミュニティの状況を強烈に描写した作品である。MC8 の主題歌は、ドクター・ドレイのヒット曲と同様に、G ラップの人気曲となった。両親を失った主人公のケインは、スラム地区に育ち、時にドラッグ密売に手を出しながらも、敬験なクリスチャンである祖父に育てられたおかげでなんとか、 高校を無事卒業することができた。18歳の彼の前途には、まともな人生を歩むという選択も多分に残されていたが、監獄、構想、死、ドラッグという世界を日常的に生きる周囲の友人たちに次第に巻き込まれていく。ケインの父は麻薬の売人であり、ケインが10歳の時の薬物取引で間違って殺害されたことが明らかになった。母親は、 ヘロインの薬の過剰摂取で死亡した。これにより、ケインは犯罪に苦しむジョーダン・ダウンズの住宅プロジェクトで祖父母に育てられたのだった。オードッグは彼の称賛する友人たちに監視テープを誇らしげに見せびらかした。その後、カインと彼のいとこハロルドがパーティーからの途中で、彼らはカージャックされ、ハロルドは撃たれて殺され、カインは負傷した。オードックは カージャック犯の所在を知り、彼、ケイン、そして彼らの友人である OG ーーであるエイワックスは、彼らを一緒に追い詰め、ハロルドの死に対する報復として、彼らを殺害した。ケインとオードックは、車の盗難未遂で逮捕され、ケインの指紋は、強盗の夜に酒屋で、ボトルから取られたものと一致するが、警察がそれを犯罪に結びつけなかったため、ケインはすぐに解放された。 ケインの友人であるステーシーとシャリフは、カンザスに彼らと一緒に去るように彼を説得しようとした。そして、ケインの祖父とシャリフの父は、彼が生き方を変えなければ彼が死ぬか刑務所に入るだろうとに警告した。それにもかかわらず、彼は生き方を変えられなかった。トラックリスティング、アールグリーンジュニア、S、アデムズム、オグルトン EA スキークムと3時7分 A、タイラーと、 アレンディ J、スリップムシーエイト4時36分 A、バンクス、ジョルデンル、ゴーデナ、ヨーンゲ、ライトル、パターソンバンクス4時1分 D、ウィグインス、ベイカーフ、バズウィー D、ウェインウィギンス4時4分 T、シャワー、バンクスル、グッドンズ、ジョルデンム。ありがとうございます。